さて続いてご紹介する企業様ですが、ミシェルさんは世界中で活躍されてますが、国家資格っていうのを持ってらっしゃいますか？国家資格、はい、パスポートだけじゃなくて、パスポートは違いますね、教員免許、ああ国家資格の一つ、いやあれは国家資格ないですね。あでもそうですね、教員免許、教育に携わってらっしゃいますもんね。うん、大きいのないし、免許証ってのはどうなんだろうね。俺も国家の資格の一つかもしれないです。まあでもその程度っていうことが分かりました。ないですよね、その通りなんですよ、はい、そさあ次にご紹介しますのは立派な国家資格でもあります、技術士取得のサポートを行っていらっしゃいます、こちらの企業様です。どうぞ。現在日本に存在する数多くの資格、その数も一説では1100種類以上とも言われ、まさにより専門性を求める時代へと変化している証拠でもあった。その中には耳慣れない資格だが、実は私たちの生活には欠かせない、世の中に大きな貢献をもたらすものも存在している。そんな資格の一つである技術士をメインに、日本そして世界の未来を支える男がここにいる。株式会社日本技術サービス代表取締役社長坂林和重。国家資格である技術士取得を受験予備校という形でサポートする日本技術サービスでは、北は北海道、南は沖縄まで、技術を社会に役立て未来のリーダーを作り出す、そんな熱い魂のもと、技術士としての第一歩となるきっかけを与え続けている。今回は技術士合格請負人坂林和重をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。技術の、勉強を、はい、教えているというどういうことですか？あとですね、技術屋さんと言いますのはなかなかの表現力が苦手なもんですからね、はい、まあ、私も含めてなんですけど、どうやってコミュニケーションを取るかとかですね、はい、どうやって表現するかというのを勉強してもらって、でそれでそれをきっかけにですね、活躍できる場を提供しようかなと思ってます。どんな技術、どういうあれなんですか？その資格自体は何の技術なんですか？車を直すとかそうじゃなくて、それどういう技術です？ですね、例えばですね、ビルを建てるだとか、はい、橋を作るだとかっていうと、はい、やはりどうしても技術的なものが必要ですよね。いや、すごいですよね、はい、でこういうふうに作った方が安全に作れますよとかですね、はい、こういった方が長持ちしますよ、安く作れますよっていうのをですね、技術的にこう指導していく、そういった資格ですね。技術士さんを育てる予備校っていうことですかね？はい、そうです。あ、ということはその技術士さんっていうのはこの技術じゃなくてもう総合的な技術、そうです、そうです、技術指導者、はい、指導者を育てるんだ、はい、なるほど、分かりました、ね、でも技術士現場監督だよ、だからリーダー、そのとおりです、リーダーです。あー、それは失礼いたしました。ありがとうございます。なるほど、技術士さんというのはすごい権威のある資格だそうですね。はい、もともとはですね、アメリカでプロフェッショナルエンジニアという資格がございましてね、100年ぐらい前にできた資格なんですけども、それがマッカーサー元帥ってほら戦後に聞きましたでしょ、はいはい、その方がですね、そのプロフェッショナルエンジニアを日本に連れてきたんですね。でそれを見本に日本で昭和33年に制定した資格なんですよ。はい、はもうマッカーサーはその時代にそういう方をそこに置いといたんですか？そうです。なので海外では博士号と同格に扱ってましてね、はい、プロフェッショナルエンジニア、そうです、プロフェッショナルエンジニアです。で日本でも、ね、最高ランクの資格になってます。さあ、説明いただいてよかったね、はい、ありがとうございます。おお、なるほど、どれだけ、ハイランクな資格かっていうことが今垣間見えましたね。国家資格、そうです、国家資格です、はい、ありがとうございます。そうです、それは大変だな、取っていくのがね。もう学校を作ろうと思った最初の立ち上げのきっかけはどういうことだったんでしょうか？はい、私ですね、もともとは
中央大学から日産自動車に入ったんですね。日産自動車、で日産自動車で、車の関係の仕事をやったりですね、電気の責任者をやったりしてたんですけども、でその時にいろんな資格の勉強だとか技術的なもの、いろんなものを勉強した時に、これをぜひ世の中に何とか広めたいと思いましてね。で特に技術っていうのは倫理が重要されるものですからね、これをね何とか広めたいと思いましてね。でこの仕事させてもらってます。倫理、はい、より人間的な要素だったりなんかそういうものに必要なものですか？そうですね。それとも、ね、今道徳が足りないだとか何とかって言われますけど、特にマンションの食い打ちだとか、はいはい、あるいはね医薬品のデータだとかいろんなトラブルが出ますですよね。あれやはり倫理的なものだと思うんですね。で、倫理か、はい、はいはい、失礼いたしました。そっか、なるほどなるほど、はい、さらに直接授業を受けることが難しい社会人受講生たちのため在宅でも行えるある授業システムも取り入れることに。皆さんねお忙しくってどうしてもね仕事で来られないとかですね、そういう方がいらっしゃるんですね。なのでそういう方にはですね E メールだとか DVD 動画を送りましてね、DVD 動画ですね、それを送りましてなんとか欠席を挽回していただいたりですね。特に優秀な方なもんですから海外出張が多いんですね。日本にいない。そうなんですよ。なのでそうなんですよ。なのでテレビ会議で参加してもらいましてね、なんと遠いところからですとね南アフリカ共和国あるいはですねエジプトからも参加されるんですよ。でなんとか頑張ってます。合格率も詳しく教えていただけますか？結構合格率も厳しくてですね、だいたい、一番合格率がいいのが東大の方で 27%、25%。 東大の方で、そうですね。あと京都大学、北海道大学でも25とか 20% 前後とか。勉強はもちろんだけど勉強だけじゃないですね。そうそうそう、そうです。学科の方だけじゃない、倫理の、そっちだ。人間的なものも確認されますんでね。で大体全国平均でいきますと 13% ぐらいですかね、合格率が。結構厳しいです、はい、すごく厳しいです、はい、それを合格させようという、はいことで、はい、受講生の皆さんにとってもね険しい道のりになると思うんですけど、ちょっと改めて試験の仕組みを教えていただけますか？ですね、まず大学をですね、あるいは大学卒業するときにですね一次試験受験しましてね、で一次試験を受験した後ですね、技術的な倫理だとか、そういったものを勉強して、で、およそ7年勉強しましてですね、でその後に技術の試験を受けるんですね、はい、でその技術の試験を受けて、筆記試験と口頭試験をでそれがですねちゃんと合格すれば技術になると、そういうことでございますね。だからもうこのあれだな、だからって失礼だな、その資格を取られたら人間的にもある面認められてるというね、そういう価値観になりますね。はい、ありがとうございます、ね、その通りです。特別なセミナーも開催されてるんですよね。そうです、そうです、そうです。セミナーに来ていただいてですねマンツーマンで話をしましてね、どういう考え方をしたするべきなのか、人間としてリーダーではどういうふうな振る舞いをすべきなのか、思考回路だとかですね、そういったのをですね、説明して理解していただいてます。マンツーマンなんですね。そうです、マンツーマンでやらせてもらってます。見事その技術士の試験に合格されると、どういったところで皆さん活躍されるんでしょうか？ですね、企業の中で、技術的な責任者として、あるいはグループのリーダーとして、何人もエンジニアを引き連れてですね、こういった方向に会社を持っていくよ、こういった方向技術開発するよ、あるいはですね、こういった判断にやりましょうということでですね、全体を引っ張っていく、技術課長さん、技術部長さん、技術取締役、全体、会社全体、あるいは組織、役所だとかですね、そういった組織の技術的な責任者を皆さんされてますね。会社に一人いてくれたら、まあ、社長がその資格持っててもいいんですけど助かりますね。はい、そうです。特別待遇だね、やっぱりその資格を持っていればね。海外でも活躍の場がありますか？そうそうそう、海外ではですね、
先ほどのプロフェッショナルエンジニアという名前で、はい、活躍されてましてですね、海外では博士号と同格で扱われてましてね、うん、で特に ODA ってございますでしょ、はい、海外技術協力で ODA に行かれる人はほとんどの方がこの資格を持ってらっしゃいます。あ、そうですか。そうですね。未開発なところをどうにかして、ね、素晴らしいものに変えていこうといった時のリーダーで、はい、そうです、立ち上げから何から全部携わるみたいな。そうですよね、現地に行ったらリーダーですもんね、はい、そうです、その通りです。で現地の方々を束ねて開発していく、はいはい、そうです。だそういうプレッシャーに耐えられるとかさ、人をまとめるあれを分かってるだとか、海外の職人さんを使うときはちょっとこうだと思うな、いろいろあるからな、その場の適応能力ですよね、はい、そうです。日本、そして世界を支える技術者、その未来の人材を世に送り出す坂林一成。そんな男が心に刻んだ格言とは。努力は報われる、この言葉が大好きで、それをですね、座右の銘にしております。もう本当に担当直入ですけども、そうあってほしいですし、はい、そうですよね、その通りです。もうはい、その通りです。いいお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。